記者です。ガラパゴスのしかないです。今回はですね、ガラパゴスさんの新商品を、ね、いっぱい持ってきていただきましたので、ご紹介動画になります。YouTube を見ていただいているお客さんの中で、やっぱバスのちょっとお客さんが少ないんで、ガラパゴスっていうブランドは何ぞやというところをね、まずちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけど、まずあのガラパゴスの名前の由来なんですけど、ガラパゴス諸島になぞって、独自の進化を遂げて発展してきたと、いうことで、日本の釣り文化もその独自の進化を重ねて、今の多様化して、どんどん深く進化していく、そこと同じような進化をするために、そういった製品を出すためにガラパゴスというブランドが誕生しました。ガラパゴスさん、今回近内さんがチームリーダーでやられているブラックバスの方の製品の新商品のご紹介なんですけど、実はソルトもやられてます。はい、ソルトも、ジギングとタイガーと、そう、しっかりねやられてますんで、ぜひともご注目していただきたいと思います。ではね、一つ目の新商品から参りたいと思います。はい、こちらね、4月の発売がね、決定してます、ガラパゴスのビッグベイトショルダーなんですよね、こちらちょっとご説明の方よろしくお願いします。はい、普通のカバンに比べて釣りってあのカバンからの出し入れすごい頻度が高くて、多いですよね、多いんで、そこに対するストレスをなくすための構造と、あとルアーチェンジを楽にするための使いやすさっていうところを求めて徹底的に作り上げたバッグになります。今ね、記者の方から見てるんですけど、ここね、天板の裏にフックさせるマットがついてるんです。あ、ついてるんですね、これ。交換もできる。もし邪魔だったら外してもらってもいいですし、ルアーチェンジするときに一旦外した針を EVA に当てて刺すね、針を刺すことができて、仮置きできるんですね、で、しかもこの今手放しの状態で、こうやってルアーチェンジ、バッグが置けるんですね、ここがちょうどいいぐらいのこの広げ具合になってて、手放しでしっかり集中してリグをチェンジできる。で、これをしまう時にバッグがこうへたってきて、ここで引っかかるっていうのが、ありますよね。自分で釣りしてそこがすごいストレスだったんで、それがないように両サイドとこの底面に補強材が入ってて、取り出しはもうこう。皆さん見てくださいね。普通のバッグだと大きいやつ出すと潰れちゃうんですよね。横がこうペチャーンとこんな感じで、それがね、補強材がしっかり入ってるので、ほぼ自立してます。ほら、カバンがね、自立するんですよ。バスのケースとかが非常に入れやすい構造になってますね。そうですね、結構容量も大きくて、最近の釣り人ってどうしてもビッグベイトを必ず持ってくるっていう人も増えてきて、で、そうなったらあのボックスのサイズってこの厚みのある3020サイズ、これがメインになってくるので、これがもう余裕で入って、もう一個例えばワーム入れているボックスを余裕で入れられる、でストレスなく出し入れできるっていうのを、容量はそこに設定してあって、まだだって余裕ありますもんね。そうですね、もう一つ、2つ目ですね、ここですね、さっきのビッグベイトを持ってくるっていう話になって、でもう一個大きいジャイアントベイトの持ち運びって、どうしても収まる専用ケースがなかったりとか、それのためのケースってすごいかさばったりするので、ガバッと開きます。あ、皆さんこれ横から見たことがありますね。こうね、ガバッと、はい、これ28センチあるルアーですね。これをこの EVA に刺して直接収納できる、内側はビニールになってるんで針が刺さる心配もないですね。そのまま閉じても大丈夫な仕様ですね。この手のルアー使う人ってあんまりルアーの数をそこまで持っていかないので、頻繁にルアーチェンジすると思うんですけど、よくチェンジするルアーをここで前にね置いとくような形で、でここで使ってローテーションしていく。で、もしこの EVA もし必要なければこれ取り外しできるので、もう普通のここポケットとして使うことができますね。テール外せばさらに大きいルアーも入るので、でそのテールなんかはここにポケットがあるので、ここに入れてもらっても大丈夫ですね。結構容量ありますよね。そうですね、これで、今28センチのルアーと24センチのルアーと、もう一個ぐらい入る余裕があって、で、例えばここにケースに入れて、4つぐらい入りますね。4つぐらい、入りますね。開けるときもこうルアーの重みで開けるとこう倒れて、しかも倒れすぎないんですね。そうです、ここの角度絶妙に調整したら、これ以上倒れるとルアーチェンジしにくい、見にくいっていうのがあって、あ、ちょうどいいですね、これね。最後のコンパートメント、こちらもなんかこだわり強そうですよね。はい、これ。ここは、この長さになっているのが理由があって、これぐらいのデジタルスケールとか、長財布とか、入れる場所困るんですよね。いろんなもののサイズ測って、一番どんなもんでもしっくりくるって、その絶妙な、この長さなんですよね。サイズ感にね、されてる。で、ここにももう一個、ポケット、内ポケットがあるので、ここにあのリーダーを
入れたりとか、はいはい、そういった使い方も、ね、収納ができる、はい、できますね。でもこれ逆にビッグベイト以外のお客さんでもちっちゃいねバーサスなんかだったら4つぐらい入る仕様にもなってるかなと思いますし、セカンドのねコンパートメントのとこだったら液いっぱいさせばね、そうですね、海でも使えるような仕様かなと思いますので、はい、竿とかにランディングネットはこの辺につけたりとか、うん、あ横にね、はいはい、皆さんこれ見てください、こうちゃんとねランディングネットがねつけれたりとかフィッシュグリップがねつけれる仕様になっています。ちなみにこれはここに何もつけなかったのは、はいはい、どうしてもカバンってあと一ついつも何か機能が欲しいって思うんですけど、うんうん、ここに例えばポケットもすでについてたりするとカスタムの仕様がない、はい、やっぱり釣り人ってあのカスタム好きなので、はいはい、確かにでここに例えばあのロッドが取り付けできるんですね。あの結構簡易的なロッドホルダー、簡易的って言っても結構しっかりこういったロッドホルダーとしても使えますし、で先ほどのようにこのフィッシュグリップ、はいはい、フィッシュグリップもだからここにこうつけて、はい、止めちゃうとねあんまり、はい、バタつかずにバタつかずにねつけます、はい、ランディングの時はもうここをベリッと外してもうこれ外せば、はいはいはい、いけますね、はい、ネットもいけるね、例えばこういうステーがついたランディングネットなんかだとここの D 管に差し入れ、もし歩き回るときはここのベルトを片方だけ締めてやるとか、はいはいはい、じゃあすぐに取り出しもできると、結構マルチに対応できる仕様になってますね。そうですね、こういうポーチとかあったりするんですけど、はいはいはい、これをここにつけてでまた必要なのをここに入れていく、はいはいはい、こういったカスタムのあえて余白を残した作りに、うん、あのここにゴミ箱をつけてもいいですし、はいはいはい、本当ここは自由に使ってもらえるようにいろんなものつけられるようなこのベルトの長さとか、うん、この D 管の位置、はい、でこういった仕様になってますね。反対側がこのねペットボトルホルダーです、はい、ボトルホルダーのこだわりはもういかにノールックでスポスポ出し入れできるか、はいはいはい、大きさね、はい、もし大移動したり高低差あるところとかは、うん、こうロックつけてやれば抜けることも、抜けないんですね、はい、他にもとにかく出し入れをスムーズにっていう意味で、うんうん、全てのこのチャックの部分はストラップがついてて、うん、あとプライヤーもこういう金具がついてるタイプ、はい、最近ね大型のね増えましたよね、はいはい、こういうのが絶妙につかないカバンとかあるので、うん、ある程度このいろんなプライヤー試してみて一番しっくりくるこの長さとで、うん、幅測って で、ねはいはい、でこの石鹸ベルフをねサイズをつけてる、はい、あといろんなところにこの D 管ですね、D 管、はいはいはい、つけてあるのでここにあのハサミとかつけたかったらカラビナつけたりとか、うん、もしいらなければ取り外しできるようになってたり、こういったカスタム性に、はい、飛んでるようなカバーになりますね。へえ、春になるとあの結構雨降ってきたりするんですけど、うんうん、表の生地は全て防水、あ、はいはいはい、ターポリン生地みたいな生地ですね、そうですね、簡易防水みたいな形だったんですね、はいはい、チャックの部分はもう開けやすさ優先 で、うんうんうん、で防水チャックではあるんです、これが防水チャックになるとすごい開けにくかったりスムーズにいかないんで、はいはい、ここはもう開けやすさ重視、はいはい、でちょっと心配になるかもしれないんですけど、このクッションですね、うんうん、この内側も防水になってるので、はいはい、ここから水が染みてくる心配もないですね、はい、レインウェア着てて釣りして、うん、ちょっと暑いなって脱ぎたければここベルトがついてるので、はいはい、下にね、はい、畳んだレインウェアをここに保持しておける、うんうん、はい、こういったベルトもついています、はいはい、シンプルなんですけど、うん、いい位置にこういった D 管とか、はいはいはい、こういうベルトがあったりして、うん、本当現場目線のこだわりを反映したばっかりになってます。価格大体どれぐらいになるんですか？そうですね、今のところ1万円から1万3000円ぐらいの範囲で考えて、はいはいはい、まだねちょっとね今のところ余暇になってますが、この動画が上がってる頃にはもうね出てますよね。そうですね、ね、発売時期が4月の頭、はい、で商品名がガラパゴスビッグベイトショルダー、はい、買える場所が、まあ、基本的には全国 の、 あの取扱い店で、うん、あの注文することもできるので予約注文という形も取れますね、うん、であとまたネットのねネットの方でも、ね、はい、取扱いが開始するということですので、はい、予約の方はもうすでに開始されているんですよね、はい、で予約されるのは基本的には全国の実店舗さんですね、はいはい、そうですね、実店舗さんの方はもうすでに予約開始されているということですので、はい、ぜひともねこの動画で欲しいなとか前からこう注目してたよっていうお客様はねすぐにお店の方に行っていただくと思います、はいはい、続いての新商品なんですけど、はい、もうガラパゴスさんといえばこれですよね、はい、そうですね、はい、ガラパゴスを代表するルアーがグレイス 240F っていうルアーでしっかり SG 大きく描きながらも、うん、そのクイックな首振りアクションとかも、はい、いろんなアクションに対応できてでテールカスタムしてアクションを変えたりとか、
ほうほう、そういったことができるルアー、発売してもう、ね、2年くらい経つんですけど、はいはい、先ほど紹介したビッグベイトショルダーとほぼ同じタイミングで発売されるのが、はいはい、グレイス 280F ですね。ほうほうほう、数字上では240から4センチしか把握してないんですけど、はい、うん、重さはかなり、これが 2.7 オンスというで、これはだいたい今 6.5 オンスぐらい、 6.5 オンス、はい、かなりあの厚みも違って厚みも違いますね、はい、S 字ってどうしても水こう逃がしながら、はい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 、動いてくるんですけど、うん、これ巻いてみると分かるんですけど、ずっしり重くてアクションの大きさも240の比にならないぐらい大きいアクション、あ、 S 字を描く、はい、ですね、アクションの方向を少し変えてあって、はいはい、この背中にヒートンさせる穴が、あと顎の方にもあったりとか、はいはい、このジョイントパッドっていう、はいはい、すでにジョイントパッドっていう小物がこう発売されてるんですけど、それを最初から付属してるので、それをここに貼って好みのアクションに変えたりっていうのが、ああ、 S 字の幅をね、はい、制御していくというか、そうです、ね、制御することで S 字が大きくなるっていう、はい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 、はい、まあ、こういったカスタム性に富んだ、うん、はい、ルアーになってますね。こちらのグレイスも、先ほどのバッグとね、はい、ご一緒の発売時期なので4月の上旬ぐらい、上旬ぐらい、はい、ご予定されてるそうですね。カラーどれぐらいの予定なんですか、カラー展開は。おそらく初回は6色ぐらい、6色ぐらい、6色ですね、はいはい、になると思いますね。ほうほう、価格の方はちなみに、価格はね、1万円前後、1万円少し超えるかなぐらいのところで今考えています、うんうんうん、この動画は公開の頃には価格決まってると思うので、はい、あのその時はね、またホームページなんかもね確認していただければと思います。はい、グレイスって、はい、あえて大きくした理由っていうのは何なんですか。そうですね、グレイスもしっかり魚引っ張ってこれるルアーなんですけど、うん、はいはい、最近のビッグベイトの釣りって どこにも魚いるかをまず魚見つけて、うん、でそこから次の展開につなげていったりとか、はい、これで引っ張ってきた後にアクションを変えて、うん、細かいアクションで食わすとか、うんうん、まあ、そういったテクニックに対応するために、とにかく魚を引っ張るためにサイズアップまずさせたっていうところと、はい、グレイスのコンセプト、うん、ここ側面が平らになってて、はいはい、ね、ここで水を押すっていうコンセプトは、はいはい、変えずにもっとあの S 字を大きくするために、うん、まあ、水が引っかかるような場所を微調整して削ったりとか、はいはい、この尻尾も同じように見えて、うん、ここの幅が全然違いますね、はい、違ったりとか全然幅が違います。これによって S 字の幅大きく変わるので、はいはい、その辺を再度設計し直されたという。そうですね、ジョイント角度も全く一緒ではなくて、少しこっちの方が狭くなって、あ、狭いですね、はい、大きく動くようになったり、はい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 、同じように見えるんですけど全然違う、うん、こだわりが詰まって、ただただ、まあ、分かりやすく言うと大きくしたっていうよりも、はい、もう本当に違うルアーのコンセプトに近いような、そうですね、形になってますよね、はい、とにかくでかい魚を引っ張ってくるっていうコンセプトで、うん、それだけでチェイスだけで終わらせずに食わせるところまでを消毒するというコンセプトで、はい、それが対象魚がバスだけじゃなくて、例えばシーバスとかアカメとか、まあ、いろんなバス以上の巨大魚に対応できるように鮎をかなり太くしてます。あ、そうですね、ジョイント部分もかなり強化してあって、うん、ヘックももう一つ大きくリングも平打ちのタイプですね、はいはい、に変えてあると、そういった巨大魚に対応できるようなチューニングをしてます。はいはいはい、でかいね。そうですね、でかいですね。投げれる竿も出てくるんですかこれ。はい、今アトラスっていうロッドがあって、はいはい、これが240専用のロッドなんですけど、うん、アトラスドリームっていう名前で、うん、まあ、夢をつかむためのロッドということで、はい、さらにワンランク、ツーランク上の、はい、強さを持ったロッドができます。もう一度ね、おさらいなんですけども、グレス 280F 販売価格が約1万円前後、カラーの6色展開です、最初、ね、はい、の予定だということですので、ぜひともご注目していただければと思います。はい、こちらもバッグ同様、まあ、全国のね、釣具店さんの方でご予約の方もすでにね、開始しているかと思いますので、はい、そうですね、欲しいなと思った方はね、ぜひとも店頭の方に急いでいただければと思います。はい、次の商品なんですけど、はい、こちらは去年の11月頃にもう発売されているワームですよね。はい、すでに発売済みのワームがこのオクラスティック。オクラスティック、はい、こちらですね、皆さんね、オクラみたいな感じ。あ、確かにオクラ、見た目はオクラです。オクラみたいな、これの特徴、はいはい、ボディに穴が貫通してるんですね、こういう風に、はいはいはい、オフセットフックを刺した時にここから糸が出る、つまりあのここで水受けるんですね、はい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 、そうすると例えば脳神から出た時しゃくると横っ飛びするとか、水面で早巻きするとここで水を受けてイレギュラーにこう、はいはいはい、パンと跳ねるようなアクション、イレギュラーダートするみたいなね、はい、そのパニックアクションでボイルを誘発したりとか、へー、であと今リザーバーでかなり釣れてるこのリグですね、マイクロワインのほうほう、はい、リグですね、
でこれも元々がそのダートを狙った形状なので、うん、この尖った面の背中に水を切って、うん、お腹の平らな面で滑るようなこうダートアクション、はい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 、なので少しこうくしゃくっただけでもスポーンと横に飛ぶようなアクションが出せる、うん、これが今リザーバーで激ハマり。そうですね、やっぱりねこの3月の時期とかになると、ワカサギの最終ぐらいになってきますからね、はい、非常に当たりが出てくるかなと思いますし、はい、夏にノーシンカーでもいけるんじゃないですか。そうですね、ノーシンカーでもね、いけます、ね、十分ね楽しいような釣りになるかなと思います、はい、マテリアルもね結構ね皆さんね柔らかいです。ハリがあって、ね、粘るような柔らかさっていうんですか、匂いもこう独特の、うん、独特だな、エビすごい濃いエビ。今オクラの方説明させていただいて、はい、でもう一つが、はい、これは1月に発売したばかりのワームで、うんうん、くびれうなぎと言います。はい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 、ここがくびれてるんでリーダーレスランショットとかでアクションした時にボトムにこう着底するとここが一旦曲がってボヨンと弾けるようなアクションを演出するようなワーム。こんな感じでもう弾くっていう感じですね。そうです、釣り引きしてもこう尻尾を振るようなアクションを出したりとか、はいはいはい、少しのアクションで大きく動くっていうのがくびれうなぎ、はいはい、ちょうどいいのはあのリーダーレスダウンショットとかフリーリグル、あとテキサスリグルにバッチリな量になってます。うんうん、実は上と下で大きさが違います。かなりあのこっち側にボリューム残しているので、うんうんうん、倒れ込みのアクションが秀逸です。うん、ぐるんってなった後にこのテールが、ね、うん、はい、ワンテンポ遅れて倒れ込むと落ちる時もここの手足が、はいはい、ブル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 と見ながら倒れる時は、うん、この足の方向違うんですね。このこっちが後平面になってて、はいはい、こっち側の足はこういう面になってて、はいはい、なので落ちる時はここで水を受けて、はいはい、倒れ込む時はこの平面で、あ、平面でこう受けて、はい、ゆっくりこう、はい、プルプルしながら落ちていく。そうです、この火でつけてある理由もその倒れ込みのスピードを調整するため、はい、上げるためにここに火がついています。霞ヶ浦もすごい蝶が出てました。あ、釣れないと言われてるね、うん、霞の中で蝶が出るってやっぱすごいですね。オクラがね8本入って、はい、いくらですかこちら。税込みで935円、はい、の固定価ですね、はいはいはい、このくびれうなぎの方は6本入って同じ値段、うん、税込みで935円になってますね。夏まではねこの2つのままで結構バス釣れるんじゃないかと思いますので、はい、ぜひともご注目していただければと思います。はい、今回はガラパゴスさんの新商品紹介動画、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー本当ねワクワクしますよね。そうですね、やっぱり3月って言ったらねこう新商品が発売になったりとかね、はい、こうフィッシングショーでも皆さん見ていただいたと思いますけどこれから新商品ボンボン出てきますから。そうですね、ね、まだまだ紹介しきれてない商品もいっぱいあると思いますので、はい、ぜひともねご注目していただければと思います。はい、シコラさんの方から皆さんに向けて何かありますか。はい、今すでに新商品が出たり、まあ、グレイスも大きいサイズが出たりとか、うん、カバンも出てくるんですけど特にこのバッグですね、はい、かなりこだわり詰め込んだ内容になっていて使ってみたら本当にお使いやすいって思ってもらえると思うのでもしあの買い替え考えてたりとかこれ見ていいなと思ったらぜひ一回使ってみてもらえればなと思います。新商品ね、はい、気になった皆さんはねもう随時予約の方を開始しております、はい、またねホームページの方なんかでもね、はい、もっと細かい詳細チェックしていただければと思いますので、はい、ぜひともご覧いただければと思います、はい、では次の動画でまたお会いしましょう、はい、また見てねー。ありがとうございます。